失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会えて嬉しいです。私もこちらこそ嬉しいです。参加者の中に残した参加者はヒルマンさんが初めてです。本当ですか？アンケートを見ると名古屋で住んでますか？はい、はい。どうして名古屋のオーディションした時はもう名古屋のオーディション終わっていて、どうしても受けたかったので仙台に来ました。비행기값이의미가있었으면좋겠네요。はい。自己紹介してください。はい。ヒルマン・ニナ、14歳、中学3年生です。アメリカ・ワシントン州出身です。日本に2年前に引っ越してきました。日本語と英語を話せます。よろしくお願いいたします。日本で2年だけ住んでましたか？はい、そうです。どうして日本語そんなに上手ですか？自分は最初日本に来た時に全然日本語とか書けなくて話せなくて、学校は普通の日本の学校に通ってたので、みんなとコミュニケーションが取れなかったことがすごい悔しくて、自分で努力して毎日勉強して喋れるようになりました。So your English is more comfortable? Yes, I'm more comfortable with English.It's amazing. It's been only 2 years and you speak Japanese that much. Well, my mom's Japanese as well, so even at home, instead of using English, and with my sister as well, I try to use as much Japanese as possible. 頭が本当にいいだと思います。全然良くないです。じゃあ歌を聴かせてもらえますか？はい、はい。ありがとうございました。Okay. All right. ダンスを見せてもらえますか？はい。
ございました。ありがとうございました。I want to ask you something. Tell me about your self-discipline. Are you able to really discipline yourself and stay humble? I feel I need to understand where my placement is, because if I didn't, then the people around me would get hurt, and the people around me would not think of me as someone who's caring and kind, and would not trust me when it came to things that they wanted to trust me with. So, okay, then I'll tell you. I think you're totally a star. Totally a star. Thank you. I could explain to you all day about specific elements, but you're just a star. Thank you so much. That means a lot. You know how to express yourself. Art is basically expressing yourself. Most of the participants think this is some kind of a test or a contest to show their skills, but it's not. This is not a contest. It's about, I'm always trying to see if they can express themselves. 何よりもいいことはパフォーマンスをするとき自分のキャラクターがそのまま現れるところです。それは本当に特別ことです。ありがとうございます。次のパフォーマンスがもう見たくてワクワクします。ありがとうございます。頑張ります。聞いてください。おめでとうございます。ありがとうございます。Great job. 精一杯頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。대박이다. 와, 그래くらい 驚くべき 才能は なかなか見られなかったです. 와, 驚きました. 今回の グループに これで 自信が持てました.次は ニナさん。ヒルマンニナ、14歳、愛知県から来ました。よろしくお願いします。新しい私を見たいから始まりの予感を信じて。이번참가자들중에재능으로는가장놀라웠던친구가아닌가춤노래다가르쳤을때늘수있는이상한선이안보인다고할까요自分のキャラクターがそのまま現れるところです。本当に特別ことです。 Thank you. Thank you. 正直ダンスの面ではあんまり上手ではなくダンスで落ちるんじゃないかなと思ってたのでちょっと合格すると思っていなかったので。
すごくダンスとか歌がうまそうだなと思って、やっぱそのままじゃいろんな足りない部分も自分にあるので、すごい緊張していました。너무긴장한것같은데즐겁게했으면좋겠어요はい、はい、やってみましょう。はい、お願いします。제가 지역 예선 때 아마 가장 많은 칭찬을 한 참가자 중에 한 명이었어요. 감사합니다. 그게 얼마 전이죠? 현대는 8월 2일입니다. 그러면 두 달 정도? 네. 두 달 동안 연습 안 하고 놀다 온 사람 같아요.지금가수를하려는사람으로안보여요. 얼마나 연습했어요, 매일? 受かった1週間後は正直言って本気に練習していなかったんですけど、その後は自分で努力しようと思っていて、自分がダンスは上手くないっていうのを分かってたので、他の人に見せたらやっぱ綺麗じゃないって言われて、他の人に見せるのがすごく怖くて自分で落ち込んでしまって、自分自身にそれができなかったのが残念です。지금이런수준이면가수할수가없어요이런수준이면가수할수가없어요자신감은어마어마한연습에서나와요내가볼때참뛰어난재능이있어요그재능을본인이연습으로살릴지못살릴지는본인에게달린거예요체격조건도정말좋고외모도정말매력있게예쁘고본인의노력만남은것같은데과연죽어라고노력하는걸할수있는사람인지아닌지모르겠네それを見せれるように頑張って努力をします。오늘은내가춤이뭐
조언할수있는레벨이아니에요はい다음에는정말자신있게하는거보고싶어요頑張ってください頑張りますありがとうございますお疲れ様でした話をしてる途中に見ていて笑っていなくてなんかもっと自信をなくしちゃって何してるんだろうと思いながらダンスしてて多分それで表情もよくできてなかったと思うので自分にすごいがっかりしててそれでもできなかったしなかったのがすごい自分では悔しかったですすいませんそれをもっと自分らしさを生かしたかったなと思いました。参加者26人によるサバイバル合宿、世界的プロデューサー J.Y. パークによるダンス審査では厳しい評価を受けたヒルマン・ニナさん、ボーカル審査男性グループ6人の曲を1人で歌います。さあ、リベンジできるんでしょうか。I'll be back 君が望むのならもしも必要ならためらわずにこの名前呼んでくれ踊りも入ってきたそうなんですよ、ね、ダンス入れなくていいところみんな踊ってくれたって動いちゃったな踊るの自分で作ったそうなんです、息も切れちゃうんですけどね引き止めることなるだけしたくないと思うきっと君の僕を今以上に壊すだけだから張り裂けてしまいそうな胸を抱いてそれでもまだ信じて君の声。すごい。You better know that I'm not giving you away. Well, I'll stop waiting, no way. It'll end me in my world. You're my boy, I'm your girl. 本当なら stay together. ほんの少し far apart. もし君が away, その時にすぐ be back. I'll be back. You'll be back. この手を離して。最後まで歌い切りましたその評価は今度中3だよ赤チューチューペイルブルムチューコヤいえ本当はすごく上手に踊りたかったんですけど練習通りに自分を見せられなくてすごく悔しくてせめて歌ではできるように頑張ろうって思っていっぱい練習してきました지금춤을추면서노래했잖아그렇게숨찬와중에이걸지금다불렀다는게말이안돼이거원래남자6명이서돌아가면서부른노래대단한거예요ありがとうございます26人全ての審査が終了世界的プロデューサー J.Y. パークが直接評価します参加者の順位は一体どうなったんでしょうかのようになりましたミーさんが3位そしてニナさんが、まあ、ダンスの時には24位だったんですけれども2位上がったと。